10月シリーズの日本代表メンバー発表されたな。海外の反応はどんな感じだろうか。気になるわよね。今回は10月シリーズ日本代表メンバー発表に対する海外の反応についてやるので、ぜひ最後まで見ていってね。ではまず中間の反応からいこうか。最高の姿を見せる侍軍団、日本代表の最新メンバー27人に韓国メディアも反応。コアな選手たちを全員招集している。日本サッカー協会は10月3日、北中米ワールドカップアジア最終予選に臨む日本代表のメンバー27人を発表した。サウジアラビア戦現地10日、オーストラリア戦15日に向けて、遠藤航や三笘薫、久保建英といった常連組の選手たちに加えて、初招集の大橋祐希やパリ五輪で主将を務めた藤田ジョエルチマも選出された。いつかは入ってくるだろうなと言われていた藤田がここで招集。大橋も最近得点量産してて期待されてた選手だったわね。だな。だから世間の注目はこの二人になったわけだが。私は直前に招集濃厚との記事を見かけてしまって。最近このパターン多いわよね。発表の直前に招集濃厚記事が出てくるの。しかもそれが当たるもんだから。招集濃厚というかもう確定と分かってあのタイミングで出すんだろうな。まだ見てない映画のネタバレを食らったような、なんとも言えない気持ちでメンバー発表見てたよ。本来ならばもっとリアクションしたいとこだけど、事前に分かってたらテンションだだ下がりよね。招集自体はもちろん嬉しいんだけど、何も知らない状態でメンバー発表で驚きたかったな。そんな感じだから実は私たちが驚いたのってセコの方だったのよね。意外にも感じるし、初期では読んでたからね。納得する部分もあった。それな。あまりセコ言われてないけど個人的に今回一番のサプライズだったぜ。渡辺かと思ってた。これを受けて、韓国メディアインターフットボールは、最高の姿を見せる侍軍団のメンバーが発表された、と報道。森保監督はコアな選手たちを全員招集している、と伝えた。また日本代表の現状について、爆発的な強さを見せて、9月の2連戦で最高の結果を出した日本は、FIFA ランキングで16位に上がった。中国、バーレーンに完璧に近い内容で圧勝したのが大きく作用した、と紹介している。ここでコアじゃないメンバーだらけになったらやばいけどね。アジア最終予選、しかもサウジアラビアとオーストラリアとやるってのに全員フレッシュなメンバーとかになったら頭おかしくなったのかと思うよな。今回は初招集もあったけど9月メンバーをベースにうまくバランス取れてるわよね。だな。安定のメンバーをベースに怪我人とかも新たに発生した。そこに納得のメンバーが代わりに招集された感じがする。改めて選手層厚いな。今回初招集でもやってくれると思えるのはすごいことだ。そうよね。ちょっと前の日本代表だと怪我人とか出て代わりに招集される選手は不安あったからね。今は本当に層が厚くなった。韓国メディア、ネイトは現地時間3日に発表された日本代表のメンバーについて反応している。同メディアは、FIFA ランキングアジア1位の日本、サウジアラビア代表とオーストラリア代表との試合に臨むメンバーを公開、と題して、森保監督と共に爆発的な力を見せた日本代表は、9月の試合で最高の結果を出し FIFA ランキング16位に上がった。前回の18位から2つランクを上げた形だ、と、9月の2連戦の対象で FIFA ランキングが上がったことについて言及。さらに、日本はアジア1位で、2位はイランで20位から19位になっている、とアジアのトップが日本であること、2位にイランで韓国が3位になっていることを指摘した上で、アジア1位となり、最高の姿を見せている侍軍団のメンバーが発表された。森保監督はコア選手を全員招集している、と、順当なメンバー招集であることを紹介していた。さっきのとほぼ同じような。というか本当にランキング好きだよな。注目するとこそこ?ってなるわよね。日本でランキング気にしてる人ってどのくらいいるのかしら。特にアジアだとランキングなんてほとんど無意味だよな。韓国が蜂蜜のような甘い組とする中東勢だらけのグループなんてあれランキングと難易度比例しないからな。日本が苦戦してきた中東勢ってどれもランキングはかなり下の相手ばかりだもんね。本当にランキング気にする意味が全くない?だから韓国はこうなってるんでしょうけど。みんなの反応行きましょう。アジアで1位とかそんな小さいことにこだわって報道してるのか。どちらかというと本戦のポット1を目指したいところ。ダブルハイ4位以上を目標にしているからには、入れるくらいの順位にはなってほしいな。韓国は何がしたいのかわからないですね。最終予選目1勝1分け。1勝も後半80分までは引き分けでもおかしくない内容でしたし。誰もなり手がいなかったから就任したホン・ミョンボ監督を、国民総出で解任しろという始末。こんなごたごたしていれば、ワールドカップ出場を逃す可能性もあると思いますよ。政治介入の警告で出場権そのものを剥奪されそうになってるしな。FIFA ランクが16位に上がったとか、アジア1位とか、最高のメンバーを揃えたとか、なんか特に内容もなく、普通のことが書かれているだけの記事のような。他に書くことはなかったのかな?むしろ自国は大丈夫なのか?日本代表のことより、韓国がダブルハイに出場できるのかどうか、そっちを記事にした方が良いのではないかな。韓国にとってはランキングが何よりも大事なのよ。韓国はやっぱり韓国だな。
中国の反応以降。中国メディア、チーボーバも、森保ジャパンのメンバー発表を報道。同国のファンからは、ラインナップは欧州でもトップクラス、候補者が多すぎる、なんて贅沢な顔ぶれなんだ。前線は間違いなく世界レベル、決して日本に勝つことはできないだろう、羨ましい限りだ、などの声が上がっている。後ろも世界レベルなんよ。ビビるだろ。アーセナルとバイエルンの選手抜いてもこれなんだぜ。羨ましいってのは中国の本音でしょうね。帰化選手に期待を寄せたり、秘密兵器と話題になってるのがノルウェー2部だったり、ちょっと比較にならないレベルだな。中国は虚しくなるから比較やめた方がいい。もっとレベル的に近いとこを見るべきだ。森保ジャパンと同組の中国でちょっとした話題となっているのが、今シーズンからブンデスリーガ1部に昇格したホルシュタイン・キールで躍動する町のシュートの潜在だ。25歳のストライカーは、ここまでリーグ戦5試合で4ゴールをマーク。得点ランク3位タイにつけている。それだけに招集外は、意外だったようだ。日本代表のメンバーについて伝えた中国メディアのコメント欄には次のような声が上った。町野は絶好調なのに、選ばれなかったのは残念。ブンデスリーガの得点ランクトップ3の一人だが、彼でも遠く及ばないのか。5節で4ゴールも決めているのに不在なのは、本当にアジアのチームを軽蔑している。戦術の不一致、町野2トップにしか適さない。ブンデスリーガの強力フォワードを森保監督は軽視しているのでは？アジアのチームを軽蔑してるとか森保監督が軽視してるとなぜかぶち切れられてるわけですが。セルキックの時が一番多いけど、森保監督が何々を軽視してるっての最近多いな。呼んでほしい選手がいるのはわかるけど、なら同時に誰を外すのかも同時に言わないとね。そうすることでなぜ呼ばれないか答えは自然と出てくる。誰もが実力に疑いはない。だが選ばれてるメンバーにもそれは言えるわけだ。でもさ、大橋もだけど町野も何気にすごいのよね。しかもチームは厳しい状況の中で一人で結果出してるのは本物だと思う。あとはこれを継続していけるかどうか。キールって未だに勝利ない状況だからな。その中で5試合4ゴールはすごい。大丈夫。この活躍が続けばいずれ呼ばれる。チームは厳しい状況だけど仮に降格してもブンデスリーガ一部のどこかは拾ってくれそうよね。本人ももう一度代表にって思いはあるでしょうし頑張ってほしい。では次にそれ以外の反応行こうか。ブラックバーン・ローバーズ A2 部の大橋龍希も初選出され、同クラブの地元紙ランカシャー・テレグラフは歓喜している。大橋は2018年6月に湘南ベルマーレの特別指定選手に選ばれると、翌年からの加入が決まり、湘南ベルマーレからプロキャリアをスタートさせた。今年1月にはサンフレッチェ広島へ移籍し、エディオンピースウィング広島新スタジアムの公式戦におけるこけら落としの開幕戦で、浦和レッズを相手に2ゴール決めている。その後も活躍していたが、同年7月には海外移籍への準備のためチームを離脱。そして、ブラックバーンへ移籍すると今季は公式戦10試合でも得点1アシストを記録。開幕戦のダービーカウンティ戦で初ゴール、続くノリッチ・シティ戦で2戦連続ゴールを決めるなど衝撃的なデビューを飾っていた。最近こんな感じに一気に代表まで上り詰める選手多くなったわよね。だな。しかしノリッチって毎回日本人選手にやられてるような。お得意様だな。同志は、この日本人フォワードは全大会で5ゴールを決め、ほとんど苦労することなくイングランドでの生活に馴染んでいる。それが代表チームの注目を集めている、と評価。日本代表に初選出されたことに関しては、大橋は28歳にしてのデビュー戦を期待しており、それはローバーズにとっても、大きな成功物語となるだろう、と、期待感を示している。また、所属クラブのブラックバーンも反応しており、勇気、おめでとう、そして、頑張って、と、エールを送った。出番があるかどうか。ここで得点したら最高よね。期待したい。そして最後はやっぱり恒例のこの選手。世界最強軍団のマンチェスターシーが引き続き狙うほどの古橋が、またまた代表落選となったことで、ファンやサポーターからは悲嘆の声が続出。SNS 上では、古橋以上にかわいそうな選手を知らない。俺が監督ならたとえ使わなくても呼ぶけどな。古橋はシンプルに構想外なんだろうね。浅野がダメだから古橋あるかと思ってたけど、もう呼ぶ気ないんだろうな。誰を選ぶかは監督の専権事項とはいえ、もう古橋はノーチャンスなのかね。招集時の使われ方があまりにももったいなかったんだがなぁ、などと厳しい実情を憂う意見が相次いでいる。毎回話題になるなぁ。けど、町野とかと理由は同じになると思う。使わなくても呼ぶって意見もどうかと思うしね。その基準なら誰でも良くなる。古橋は私も最初は期待してたけど、十分試してもらった。それで結果が出なかった。というよりも森保監督の戦術と全く合わないのが分かってしまった。そこが致命的なのよね。実力は誰もが認めるところだけど監督の戦術に合わないってのが、そういう選手はいっぱいいるし、こればっかりは仕方ない。あまりにも選手層が厚すぎる。贅沢な悩みね。だな。誰が選ばれてもやれると思うし、誰が外れても納得できてしまう選手層の厚さ。今回選ばれたメンバーでぜひ10月シリーズを乗り切ってほしい。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。